会社団法人不登校引きこもり予防協会代表の杉浦貴信。これから流す動画は、私が創業したフリースクール高卒支援会時代もので。今日の質問を読み上げさせていただきます。今日の質問は、息子がいじめに遭っている疑惑があるのですが、どうしたらいいですか。学校に行きたがりません。そうですね、今の学校でですね、いじめ問題ってなかなか処理してくれるところって少ないと思うんですね。なので、まあ、あのうちの方っていうのはね、なんかあの少人数でやってるもんですから、はい、あの33年やってますけども、いじめっていうのは今までなかったので、もしかしたらね、環境を変えれば、はい、あの勉強できたり、はい、まあ、生活もちゃんと戻るのかなと思うんですけどね。だからまあ、ぜひ見学とか来ていただいたりとかして、はい、環境を変えるお手伝いっていうのができるかなと思います。なるほどです。そうですね、やっぱりイメージ、G 名はやっぱり環境を変えるのが一番なんじゃないかなってやっぱ思いますよね。まあそうですね、はい、まあ、その基本的にその、まあ、心の傷を負っちゃったとしても、うん、うちだったら別に好きなペースで通うこともできるので。そうなんだよね。そうですね、実はなんか週5で来なくちゃいけないわけじゃなくて、その週に何回って自分で決められるので、うちは。あ、そうなの。はい、あ、それ知らなかった。週3のことか。あ、そう、週3の子いますね。はい、うん、僕週1なんだよ。大丈夫です、僕も知りたいです。うん、過去に会いたい人は好き読みに来てください。まあ、そういうことで自分のペースで、まあ、徐々にうちでね、心とかを療養して環境も変えてってやると、まあ、うまくいくんじゃないかなっていうのが、まあ、今回の質問の回答ですかね。そうですね、はい。